はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、6位の下関フォーチューンと、相手したいと思います。スタメンをさゆさんを、入れ替えたいと思います。怪我をしてるのです。怪我をしてる人と緑と交代。あとはどうしようかな。彩香がちょっと疲れてるんで、鬼丸とチェンジ。千歳が浦川とチェンジでしょうかね。で、広岡とチェンジさせましょう。ただし、夏希は出れるような体勢で。な感じで、戦術はいつも通り。さてと、相手がホームチームなので勝率は互角とみなされてますね。さあ、試合開始です。外から。正面目。おっと、残念。ここが、頑張り時なんですけど、まだまだ総力とかも足りない感じですからね。まあ、ここを勝てば、残留が、この、N2 リーグの残留が決まります。それだけなんとか残ってほしいところ。ちょっと総力に不安がありますよね。皆川が結構走るな。ファールじゃないんだ。もっとここは気をつけて。御木本、美穂、羽生だからその外へうまく左右に流して、くるみ、これは合わさらない。さあ、こちらボールです。くるみ、惜しい。なかなか選手点を奪えません。羽生だから代打御木本。かばい球は強いは強かったが、美穂が上げたが、これは取られてます。おっと、気をつけないと。クリアです。さすよ、ミオが取って、福山。ミオがシュート、直接シュート、危ん。おー、もうちょっとでしたが。おっと、コシノがこらえた。菊池。ここで前半終了、0対0です。ちょっとなんかパッとしないですよね。深さは悪くないんで、
マドカを左サイドで変えてみましょう。二方藤原に、これで、前半、後半をプレイしてみましょう。さあ、あっと。さあ、まどかに。パス。さらに深澤が縦に合わせて、これチャンス、くる、うーっと、また外した。くるみのちょっと、決定が、よくなくなってる？おっと、ピンチだ。お、危ない。危ないです。お、コーナーポスト。あわやっていうとこでしたね。さあ、深澤。今度はくるみだ。これはノーホイッスル。さて、勝つためは緑ですけど、ここはちょっと試練ですね。浦川鬼丸、浦川を菊池と変えましょうか。浦川を福山と変えましょう。これは出ますね、外へ。さあ、これで交代枠を使い切りました。さあ、羽生田からさよ、さよどうだ。あーっと、また左へ外れてしまった。どうも精度がパッとしないところです。あーっと、取られた。おっと、これは、おっと、なんとかクリアで助かった。藤原、さあ、これは、おっと、なんでかインターセプトまで決めてしまう。おお、パッとしません。これはピンチだ。と。まどかが取った。さあ、チャンスだかなと思ったが、追いつかない。これは一旦。下がります。最後もかなりバテてきてますね。皆川が、皆川走力ありますかね。山崎、もう一度皆川。 おっとクリアと、ほとんどもう試合時間がありません。が、これは試合終了、0対0、スコアレスドローです。ここ最近では珍しいですね。久しぶりではないでしょうか。でも何度も、ピンチがあった反面、こちらもチャンスはあったんですが、こういう風に、外れてしまうというプレーが続いて、なかなかチャンスを得ることができない。まあ、歯がゆい試合ではありますよね。これは本当に危なかった。さあ、さよ。新しく入ってきたさよですが、これは決められない。そして、越野、これ結構危なかったかもしれないんですが。まあ、両者チャンスあるんですが、またさよに渡るんですが、ちょっとまだこの辺は足りないか。で、試合終了ですね。さあ、課題も多くいただきました。7ポイント差ですか、トップロード成田とは。おっと、残留決定。さあ、これであと1周省いて、2回戦です。
はい、エルナウド欧州、なかなか強いメンバーだとは思いますが、決め手を、勝てば、準決勝ですからね。と、ベストメンバーで戦っていきたいと思います。はい、この動画ここまでとなります。チャンネル登録、タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンありますので、よろしければ、ボタンを押して登録をお願いいたします。説明欄に、ブログ、ツイッターのアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒に流れます関連動画プレイリストの方、もしお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。